私には夢があります。子供の頃からの夢です。私は調査兵団団長エルビン・スミス。調査兵団実行部隊のトップエルビン団長と。私の父は教員でした。シガンシナ区にあるイエーガー医師の地下室、そこに巨人の謎がある。そうだね、私の密告により父は王政に殺されたのです。今から107年前、この壁に逃げ込んだ人類は王によって統治しやすいように記憶を改ざんされた。それが父の仮説です。訓練兵時代はよく自分と父の考えた仮説を仲間に話していた。私の人生の使命は父の仮説を証明することとなったのです。調査兵団に入ってそれを証明してみせると。だが調査兵団になった途端、なぜか誰にもその話をしなくなった。君たちは死ねと言われたら死ねるのか。なぜかではない、私は気づいていた。私だけが自分のために戦っているのだと。私だけが自分の夢を見ているのだと。人類のために心臓を捧げることができるのかを。エルヴィン、全て貴様の作戦が招いたことか。あなたたちのせいでストレスクの人民が120死にました。エルヴィン団長、答えてください。死んだ兵士に罪はないとお考えですか。お二人には人間らしい気持ちというものがないのですか。これが本物の敬礼だ。心臓を捧げよう。撃て。進め心臓を捧げよう。この悪夢めまた俺たちを踊りにするつもりか。我々は互いに望んでいる。ここで決着をつけようと。人類と巨人のどちらが生き残り、どちらが死ぬか。今この時、この一戦に人類存続の全てがかかっている。今一度人類に心臓を捧げよう。エルヴィン先生、壁の外に人類がいないってどうやって調べたんですか。君の使命は相変わらず辛いな。死んだ方がはるかに楽に見える。いつしか私は部下を従えるようになり、仲間を鼓舞した。人類のために心臓を捧げようと。俺はこのまま地下室に行きたい。俺が今までやってこれたのもいつかこんな日が来ると思ってたからだ。そうやって仲間を騙し、自分を騙し、何度も死んだ方がマシだと思った。それでも父との夢が頭にちらつくんだ。そして今、手を伸ばせば届くところに答えがある。築き上げた屍の山の上に私は立っている。だがリヴァイ、見えるか。俺たちの仲間がこの世の真実が明らかになる瞬間、私が立ち会わなければならない。仲間たちは俺らを見ている。捧げた心臓がどうなったか知りたいんだ。まだ戦いが終わってないからな。それがそんなに大事か。ああ、人類の勝利より。ああ、俺は選ぶぞ。夢を諦めて死んでくれ。進む。いや違う、あの兵士たちに意味を与えるのは我々だ。あの勇敢な死者、哀れな死者、思うことができるのは聖者である我々。